マリブはすげえ嫌味なこととか言う時もあるけど、本当は仲間のことすごい思ってて、すげえいいやつです。あのお金ない時ピザ取ってくれます。普段頼りないけど、ショーはバズりには欠かせない、時に勝負強い男です。クリさんはいつも僕たちに優しい笑いを届けてくれるおしゃれお兄さんです。ケンタッキー6個一気に食える俺ボート頑張りたい。争奪ボートガマ1台カップでございます。いやー準優日、はい、準優が6レースなんですね。そうなんですよ。特殊な特殊1着しか残れないですよね。そうです。そうか、6レースの1着が6名残ると。初だから面白いですよ、ね、まあこのレースどうなるかとお楽しみなんですけども、なんかちょっと今日気になることがあるんですけどそうですね、はい、ちょっとあ、これですか。ジャスティン君がメガネという、どうしたんですか。ちょっとボートガマ1台始まって以来の危機だよ、これは。これ、そうですね、コンタクト買えないんですよねコンタクト買う金がない。もう負けすぎて。確かに、昨日生配信やってますもんね、うん、そうだね。で、10万近く負けたもんね。今負けてで、もうコンタクト買えないからメガネできて。高いんですよ、もうコンタクトって。すごいイモ臭いね。そんなことないですよ。いや、メガネするとすごいイモ臭いじゃないですか。三浪の浪人生みたいな感じだね。ボーガマに行ってしまえばビジュアル担当みたいなとこあったんですよ。昨日言ってたじゃないですか。そうです。面白いことも言えない、盛り上げることもできない、船券も当てられない、何ができるんだよ。鼻があるじゃないですか。そうです、ね、自分で言ってたもんね。鼻を消してるじゃないですか鼻積んできちゃったじゃん。なんかね、別にイモいよ。なんでイモいって弱ようやくスイッチ入ってなんでイモいって。何回も仕掛けてるんだよ。かっこいいでしょ。取るか取った方がいいかもしれないです、これちょっと溜まれなくなっちゃった。ちなみに、ちなみに取ったらどんぐらいなんですか、視力。いや、クリさんも見えないです、今本当に本当に本当に僕目悪いんですよ。本当の意味で。じゃあ、かけてないと見れないじゃん、です。でも、かけてたら鼻がなくなるよ。どっちを選ぶ。棒が曲がっちゃうかもよ、鼻ないとレース。あー、じゃあもうしゃあないですわ、もう鼻で選びますわ、僕は。僕は鼻の方が大事なんで。あ、そう、はい、俺こっちでいきます。こっち普通ですもんね。あ、全然かっこいい。今かっこいい、かっこいい、かっこいい、かっこいい。目開いてんな、笑ってます。大丈夫ですかこれ、ま、顔も見えないんですよ、僕今何にも。いや、でもかっこいい。そうか、そうか、笑ってます、そういう意味。俺たち笑ってる、笑ってる、笑ってる、笑ってる。大爆笑。なんか危ない気がする、なんか見えないんですけど不安そうな顔。俺めっちゃ笑ってる今。あ、じゃあ大丈夫か。俺ショーのこと見て笑顔じゃないときないもん。もうちょっと近くね、もうちょっと近くね。はぁ、全然, 笑ってないじゃないですかめっちゃガン飛ばしてましたよ、今。いいんじゃないですか。でも当てちゃえばそれで花になるじゃないですか、翔くん。だからいいんじゃない、つけてやって、じゃあ、うん、当たれば別に OK じゃん。そうだよ、それが花になるから。つけてやって、そうそうそう、つけてやって当たらないようならもう外して、やっぱかっこよくいないと。あ、ってことじゃないですか。そうですね。だからレースも見る必要もないですよ、当たらないなら。そうですね。でもちょっと任せらんないんで、こっちの担当は二人には申し訳ないんですけど。ずっとかイケメンに関してまあまあとか言わないですよ。そう、あの、全部受け止めてくっていう。お前ずっとメガネやってて何も言われない気持ち考えろよ、お前え、外したの男前。あ、じゃあ一旦。いや、ブスまあまあブスだったお、マジでマジで一人だけでめっちゃ勝つわ、今日一人だけめっちゃ勝つわ、マジで何も教えない、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 怒るな、怒るな、仲良く行こう、知らない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 、今日はみんな頑張ろう。
さあそれでは第一レースからやっていきたいと思いますけども、こちら後藤選手陰線でございます。もちろんね予選も突破しております。そして2号手寺島選手、なめちゃいけない寺島選手ですよね。本当昨日も、しっかりと2着入っております。そして3号手萩原選手、4号手中野選手、前節のフライング、そして5号手がねスタートが早い割とまくりに来るタイムの中林選手、そして6号手若手の市川選手、うん、固くいくかどうかだな。昨日はすごいね、硬くなかったっすよね。そうですね、硬くなかった、ほぼ満身、はい、うん、めちゃくちゃ外したんですよ、生配信で。そうですね、昨日ね、今日全部取り返しましょう、それやりましょう、準優でマジで、うん、もう本当に本当にやばいです、彼もう、まあ、金の話になるとそうだな。いや、だって俺一人で勝ちたいとか思ってたけど、まあ、みんな負けましたもんね。みんな勝ちたいよ。一番勝ちたいの左にいだったけどな。もうコンタクト買いたいんですよ。本当。そうね。で、はい、コンタクトとさ、もうさ、そのメガネもさ、曲がってんのよ。買おうよ。ああ、確かに。おしゃれメガネ。おしゃれメガネ。買いますわ、今日買って。そうだね、全部買って帰ろうよ。力合わせます。力合わせようよ。そうっすね。ぶっこ抜きましょう。それでいきましょう。みんなで、はい、ボーガマカップですから。そう、確かに。負けるわけにいかん。みんなで勝ちましょう。さあ、展示始まりました。4号艇の、中野選手が大外回りと。いうことになります。なので4カドが、まあ、中林選手と、まあ、普通に考えたら逃げそうですけどね。そうですね、後藤選手逃げるんじゃないですか、これは。逃げそうだね。なんかあるとしたら、まあ4カド、中林選手が、はいはいはい、昨日は結構カドが決まってたんだよね。決まってましたね。昨日は決まってましたね。中林さんもな、そんなに出てないんだよな。スタートでも行くよな、これ。スタートはあるな。スタートは行くよ、中林選手は。で、まっかりに行くんだよね。行きそうだね。やっぱ枠番別勝率でやはり1号って後藤選手が、高いですが、直近10走でも4回逃げ、あとは2、3着というのがあるんで、どうですかね。でちゃんとわつらい向きにね、3号艇萩原選手の平均スタートがコンセプト、この中で一番遅い。そう考えて4カドに構える中林選手のまくり、買いたくなるはなるね。でも決まらないんだよな。中林さん、僕よく見てるけど、決めきれないって感じですか。いいとこは行くんですか。正直トップスタート、昨日もそうだったんですよ。5からトップスタートで絞りに来てるんですよ。でも1マークまで届かないで、みんなの展開見てちょっとゆっくり安全に回ってる印象ってなると、中林選手行ききれず、インは逃げる、市川選手展開ついてくる、最後にメガネ外して花ね、展開語ったと。そうですよね、キラリンってキラリンってやる。1、6、全、1、全、6死んだせーダッシーダッシー今完全に見えましたね。ダッシーってでもメガネってそれできるの、あまりもやってる、結局、うん、これ1、2、3が今 4.4 倍とかなんですよ。で、その信頼度がない、うん、ないそこにやってはるんだったら、例えば6頭とかで夢を見る生き物ブスやめてよやめてよやめてよ、本当にブスの言い方だよ。本当にブスが言うときですか。やだもう言われてた、うん、その慣れてるじゃん、返しやめてよ、うん、言われてないぞ初手初手、うん、初手まあここ確かに今の新ジャスは本当にある、まあ、確かに新ジャスはそうですよね、本当にある。ちょっと16は俺も欲しいんだよな、ここいいとこですよね、はい、小林選手が攻めてくれての行ききれず。ちなみにチャートも出て1が矢印はついてました。あ、後藤選手、はい、調子上がってるのかもしれないですね。5はどうでした。5は、5はね、上とかになってました。いや、上とかはなってないです。あ、なってないんだ。現実的な穴としたら俺3からの穴かな。わかる。そうですね、あ、俺3、5、3、6とかを狙おうかなとも考えてた。ロックスタート切って、わかる。これだって3、6だって300倍くらいですか。困らせたろうかな、動画を。これ一発目にこれ300倍1000円とか取ったら困るでしょ。この後どうすん、どうやって盛り上げるのぐらいの。おお、いいね、いいね、いいよ。やっちゃおうかなやっちゃおうかな。ギャンブルで負けるやつの典型なんだよこういうのよく見たんだよじゃ買いました。僕は1レース目さっきも言ったんですけど、新ジャスですね。ここは16、あ、でも4切りました。新ジャスの新ジャスマイナス1パターンです。16235と1235の6
1000円ずつ、まあ、高めもあるんでいいとこ来れば、まあ、10万コースもあるかなといった流れで、まず一発目はこれでいきます。僕も、ジャスティン君と似てて、僕16、61も抑えてます。ちょっと抑えめで500円ずつで3着流し、あとはこっちですね、1、2の5、65000円ずつで計6000円です。まあ、1、2に普通に決まるパターンで、1、2、3が 4.8 倍なんで、もうそこは手を出さずに、行きたいと思います。あ、かわいい、夢を見ましょう。36000円、これね、もう300倍から600倍まであります。これ1000円持ってますね。6000銭も買ってます。5から展開ができてる6000銭で、抑えで3-1 これあんま抑えな感じもしないですけど、いや6000銭からすみません、4切りですね。合計7200円、いっていただきます。これ36が当たっても嫌な感じに、嫌な感じにならないようにね、いや皆さんのおかげですみたいなコメントね。そこまで、あ、考えた、興奮してあんま変にはしゃぐと、あ、そうです、うん、当たった時のやっぱ喜び方、人から出るから、確かにそこが一番出ますからね。あの皆さん、今日はワンパリマッシュ取ったら、名物ガマゴオリみかんありますからね。いいっすね。一般戦の第一レースですが、本番でもスタート電磁通りの並びであります。最終体系、1番、2番、3番、5番、さあ、スタート、中林さん、あ、中林さん、行きそう、行きそう、行ってるね、あー、中林さん、行ってるね、行ったろ、中林さん、行ってるね、で、6、あ、無理だ、あー、5-1、あ、4絡むんじゃない、え、5-1です、5-1です、炸裂、よし、出た、よし、自分の予想当たってないけど、5-0です、ただそれなりに人気はあるから、そうね、5-1はちょっと5-1になっちゃうとダメなんか、いや、5-6欲しかったな、あのね、結局4と6が来たら満州へ行きます。5-6持ってたんで今ちょっとワクワクしてたわ。5-6来たらやばかったですね。4とかも惜しかったですけどね、6が引っかかっちゃったね、はい、ね、あれでうまいことをさせる感じだと入れたな。いやでも今日もちょっとまだありそうっすね、続きが。でも狙いがもう面白いんじゃないですか、はい、中林さん来た。そして3着が 2と3で競って、だこういう競ってる時の強い方を準優で押したいよな。確かに、そうか、そういう見方はできるね。どっちもいいな。おお、ナイスナイスです。でも萩原さんの柄が良さそう、うん、抜いたわ。確かに道中抜きましたね、うん、ってことはいいの。あ、いやっぱり伸びてきたら変える、抜き替えた。あ、2になったじゃない。どうだろう、これが分かんない。2かな、2になったじゃない。さすがに2か、2もいいからね。寺島選手抜き返した、5-1-2、おめでとうございます。ありがとうございます。100円当たりました。少しだけバックさせていただきます。素晴らしい。まあでも俺は買った分は楽しみましたわ、うん、元は取った。5930円、あー、いいとこ、そこそこいいですね。ありがとうございます。よし、次頑張ろう。いや面白い、うん、あれ、つめさん、2コース、2コース、14、うん、23かな、これ23っぽいけど、どうかな。あ、レース展望にも書いてありますね、堤選手のピット離れがいいから枠なりが崩れるかもと。なるほど。さあ、こちら注目のレース、いきなりいいですから面白いレースですね。1号艇浅香選手、2号艇月柄選手、3号艇高橋選手、4号艇前月下堤選手、5号艇杉村選手、6号艇新田雄志選手で動きがありまして、1-4-2-3-5-6、わあ、5番差でも、わあ、杉村選手、全然か、うわあ、杉村選手、いいね、わあ、なんかダッシュが良さそうだな。杉村選手、昨日からそのスタートバッチリいってるんですよね、節感。そうだ。で、直線系も悪くないんで、ここは絶好かもしれない。絶好かも。まくり。うん、ちょっと遅れたら、このね、内側がこのピット離れで。ごちゃってなったら、ってなったらよ、
ってなったらだよね。ってなったら6新田勇士だよ。後ろにね展開もらえる新田勇士腰淡々やからの6コースかもしれないですね。あらなんか今ね別に無理してなかったもんね。無理してないです全然。あでもこれ新田選手の6頭なんですけど5が絡むと全部マンシュですね。あらマジですか。ごちそうさまです。ゴロゴロ前のところ激アツ。まだ始まってないです。まだ始まってないです。でもゴロゴロは買いたいですけどね。本当だ。みんなで攻めますそこ。確かに穴みんなで攻めてみるって面白い。いや全然ありだと思う。やったことないですよ、ま、ゴロゴロゴロは、高橋さんのチャートも出てます。新田選手と5番杉村選手上矢印。マジかマジでありっすね。逆にインディングも美味しいですけどね。確かにこれ一応なんて、まあ、新田選手が絡んでも16倍17倍あるもんな。まあおそらく展示のあのスタートほどばらけはないかもしれないんでね。杉村選手突き抜けはどこまで入るか。欲しいけどな。いや突き抜けあると思うな。ゴロゴロだけ買えますよとりあえず言ったし。なんか200倍以上あります今。500円ずつでもね。そうですね。いいんじゃない。広め500円でも全然いいな。ゴロ前ゴロ足します。ゴロ前ゴロゴロ500円ゴロ前ゴロもいく。もうちょっと足しといて。じゃあゴロ前とゴロ前ゴロ、はい、8000円全部で。そう、そんぐらいだと思います。あ、300でしょ。300の方がいいか。まあ8000円は高いですもん ね、 そうね。確かにだったら5000円ぐらいでいきます。16点なんで5400円。どうした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 。いや裏切ったりしたらどうなんだろうな。どう裏切るの。いやでもさ一つ言わせてくれ、はい、裏切るってどっちかって言ったら買わない派だと思うんだよね。あ、買わないはないです。そ一応じゃあ揃えようよ。それいくら。でも100円持っといて金額はうちのチームでいいかもしれない。お前ビビりだし。言うても穴じゃないですか。100円でもだって2万とかになるわけなんで。まあ確かに確かに。ゴロ前ゴロいらないな。じゃあ多分いらないですね。まくったらだって。まあでも言い出したらそうだろ、ね、ゴロ前ゴロ。一応その俺あんまそのなんだか全何人あんま買わないタイプだから、決めろよメガネ。え、ちょ、お前はブスだから。おい。メガネとブス。え？やめてよ。やめてよ。怒りはせんのね。やめてよ。僕思ったんですけど、もうゴロゴロ前に突っ込みません？僕らもいいと思って、チャートもいいと思うって今までなかったと思うんですよ。いや1000円いきません？これちょっと騙されたと思って。じゃあこのレース賞を信じてみる。信じて。1レースそれやってもいいかもね。こんなことないよ。1000円いこうよ。1000円いく？これ来たら本当に、はい、完勝してください。ゴロゴロ前1000円。1000円しましょう。いいよ。わあ、いきなり第2レースから凄まじいのが。いきなりみんな10万コース。はい、10万ですこれ。あるかもしれないね。みんなで勝つってね、こういうことだもんね。うん、順位が始まったらもう本来ね、はい、そうでもなくなっちゃうから。いつも喧嘩ばっかしてから。はい、じゃあさっきも言ったんですけど、もう僕たちの得意なゴロゴロ前。僕たちの得意な。1000円いきます。いつ俺ら得意になったの？俺です。ゴロゴロボーイズ。はずいはずい。翔くんが言うゴロゴロ店1000円ずつ8000円ここ使ってるからあんまりね使えないから。僕1個は気になったところ6、1だけ買いました。500円ずつです。安くちょっと抑えたくて、はい、計1万円ですね。はい、ゴロゴロボーイいいですね。いや俺も買いましたよ。ゴロゴロとゴロ前ゴロね。ゴロ前ゴロも行ったんだ。ゴロ前ゴロ行ってないですか。行ってないよ。行ってない。ゴロゴロ前だけにするんですか。いくら行った。まあ100円ですけど。ああ。いや、僕いらないな。いらない。いらないな。いや、もう来ちゃったらごめんなさいね、ジム。これは。捨てないよ。なんか扱いやだな。買う目をちゃんと言わせてください、一通りは。で、スキガラ選手が良さそうに見えたんで、2の1456、1456、これまくり差し、3コースからまくり差ししてもいいし、56の抵抗でね、押し出されてもいいしっていう感じの買い方です。2頭も抑えてます。合計11,200円です。これ取ったら僕ら結構ゴロゴロ今後買わなきゃならなくなる。必殺ゴロゴロボーイズ、ゴロゴロ3兄弟で結成です、これ。ボーイズなのか3兄弟なのかはっきりしてる。ボーイズかな。なんで3兄弟って言ったの今。
何がいいですか、ね、ゴロゴロボーイズね。ボーイズにしましょう。ボーイズかっこいい。オッケーオッケー。俺の選手はイン取った取った取った。まあ関係ないですけどね。まあマクルって考えたらね、はい、確かに浮かせた。確かに、まあ、そうなったらマクルだけでいい。いやでも取り返しに行こうと。そのパターンで深くなってくれれば有利あるんじゃない。なんか、うん、これで1が向きになってなってるなってる。あ、もう取り返したのかな。これは計算通りじゃない。素晴らしい。あれ 3? ん引いてないですか、気のせいか。誰があれ、あ、3は引いてる。あ、3引いてる。あれあれちょっと展示と違うな。 3が角だな。でも翔関係ないもんな。関係ないっす。まくったら関係ないっす。まあ、ゴロゴロボーイズですから、ね、俺たち。うちで何やらゴロゴロボーイズ。怖くなったら眼鏡外せばいいから。そう見えなくなるから、うん、あ、確かに。何も見えない。何も見えない、ね、みんな笑ってるに見えるんで。それ強いな。それ最高の。みんな笑ってる。さあ本番90あたりか1号艇の朝霞です。1番4番2番。いや、みんなもいいぞ。3番5番6番です。いや、新田さん出てる。うわ、受け止められるか。いけるいけるいけるいけいけ。出ろ。頼む頼む。あー、際どい。無理か。届け。いや、うーん、いけー。動いてるけど。あ、行ったか。あー、逃げた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 。うわー、1、2回1、4、2回、1、2、4か。いやー、堤選手刺さんないか。あの深さで逃げるんだ。うわー、隙から選手うまい。1、2? 1、4、2かな。1、4か1、4、2。あー、隙から選手うまい。あ、でも堤選手出てるな。出てますね。出てるな。2号艇の隙から冒頭外に出す。さらには3番5番6番1音にゴロゴロ一つも入らず。2号艇ですが、ふわふわしまして、ゴロゴロの数字が入らず。ケツにいますね、2人。昨日の生配信1回も当たってないですよ。確かに坊主じゃん。坊主ですよ。俺言ったじゃん、なんか500円って。でも楽しそうにやったじゃないですか、ゴロゴロボーイズって。やってないの。やったら500円だ。クリスが一番ノリノリでしたよ。やってないのよ。さっきトイレ行く時も3人で10万取ったら買いとか すげえいいなって。それは言った。さあ、一応2で決着。いけましたね。まあ、一応4人。まあね。さあ、2170円、5万人気。でも、朝霞選手、お上手でしたね、やっぱちゃんとね。ね、ちゃんと1で取り返しての逃げなんでね、ここは素晴らしい。あれはもう逃げた、お見事。お見事です。はい、それでは第3レースいきましょう。こちら、岩谷選手、陰線、2号艇、広瀬選手、3号艇、渡辺選手、4号艇、長野選手、5号艇、大沢選手、6号艇、青木選手と。ここは、全員順位を控えてるメンバーですかね。これはなー、また、なかなか、どう夢を見るっていう。ちなみに、ゴロゴロボーイズは、まだ解散は。解散です。解散ですか。あ、はい。お疲れ様でした。お疲れさ。ね。じゃあ、一応、ゴロゴロボーイズリーダーの翔くん。ちょっと不甲斐ないですけど、これにてゴロゴロボーイズは解散します。ブッちょっと当たっちゃった。ブッブッおならみたいな。何にもうまくいかないね。メガネのやつもそもう賞味期限切れた。早くない。もうダメですね。で早いっすよ。めちゃめちゃ期限切れ早いじゃん。さあ、ここどうでしょうか。じゃあ、ゴロゴロボーイズ元リーダーの翔くんどうですか。僕はこう、インシンジャーで、うん、どうですかね、皆さん。もう一回チームインシンジャーで、はい、組まないかなと思ってるんですけど。あ、組むの。インシンジャーボーイズ。インシンジャーボーイズ、はい、もう誰もついていかないよ、あなたに。なんでですか。だってもう終わったもん、一回終わったものには。じゃあもう一回グループ組みたいんだったら、はい、当てて、ああ確かについてこいっていう感じの結成だったらいい。なるほどね。そうだな、うん、結果じゃないと心バラバラになっちゃったから一回。だからもうどっちかにじゃあついていこうかな、僕は今回。僕さっき外しましたし、ゴロゴロボーイズ。なるほどね。はい、シコシコボーイズいっちゃう。それもなんかそっくりそれももう聞き覚えありすぎ。いや僕ちょっとこれでも長野選手あると思ってるんですよ、若干チャンスって。昨日一回負けてますよね、うん、はい、そうです、そうです、そうです。もうワンチャンスまくりあるんじゃねえかな。ゴロゴロボーイズから一個内側に。やはりですね、シコシコボーイズ。いや、シコシコボーイズのリーダーになってもいいのかな、はい、とも考えてもいる。あの、4頃だと17倍でしたね、今。え、まあ、昨日4カードから勝ったからね。まあ、1のイン逃げ率見たらそうだよな。まあ、そうだよね。岩谷選手ね、全然イン逃げ率は高くないから。高くないです、全然高くないです。6頭を買う、グリーンってどう。
グリーン。グリーン。いいかな。グリーン。六もいいよ。六は突き抜けあるんじゃない。ありありして、それはありますね。それ浮き足見てたら昨日良かったですし。でも2もいいんだよね。わかる、広瀬。2もいい、2もいいです。ああ。ただ高橋アナは矢印を1個つけてるのは3。3。みんなの話題に出なかった。ターンの雰囲気は6がいいですね。3なんだ。でもスリット吹き抜きは1がいい。だから出てってうまくターンできればもう1でしょこれはってことだけど、どうなのっていう。もう一つリーダーの候補あります。はい、喫煙所、中さん、中さん、お、大丈夫、あいつも無理だよ最近もう全く当たってねえんだから最近全く当たってないの知らないでしょ。俺結構言ってるから分かんない。当たってないで最近何やるかって言ったら人が外れてるの見て笑うこれだけなんだから。ただの負け組だよ。ずっと笑われてるんだから俺な。前回そうでしたわ。そうでしょ。じゃあやめときますか準備してるけどいたいたこれもうすごい時間だ。ここ、これここ、もうこっちがやっぱ喫煙所じゃねえか。喫煙所じゃねえか。我慢できなくて出てきちゃった。1と4と6とボックス。1、4、6ボックス。6がいい。6がいい。まあ、6は確かに。鎧。お、やったやったやった。鎧久しぶりに見た。あ、鎧来そう。じゃあ1、4、6ボックス買う。いや、ちょっと、いいな、いいな。鎧ボーイズ3人でやろう、これ。これ鎧。じゃあ鎧ボーイズ結成。人間もありますもんね、僕ですから。さあ、私の解明、もちろん中さん一押しのね、鎧ボックス。こっから、まあ、ちょっとよれたところっていうところで、まあ、1、2なんてとこも拾える、このね、1、2、4、2、4、5、6っていう形ですね、まあ、差し構える、どっちか残る感じので、2、3の1っていうの、1が因果率低いんで、まあ、鎧でカバーできないところの因が逃げないパターンっていうところをね、買っての8400円。本戦願ってるのは鎧、ここでいきたいと思います。はい、というわけで、じゃあこれね、中さんの146ボックス1000円ずつ6000円と、僕は、3頭を買ってます、高橋のもいいと言ってたし、ちょっと3いいなって思います。314の流しで、計1万円これでいきます。まあ、でもここはやっぱりせっかくこのできた流れ、みんなで一緒に買う、これ中佐の力借りてみんなでやってたいと思います。よろしく。買いました。中佐。鎧ボックス。もう1000円いきましたこれ。鎧ボックス1000円と新ジャスも、16,0016、300円ずつですけど、ちょっと抑えめで買っておきました。本線はもうこっちです。リーダー中さんについていきます。鎧。500円です。ちょっとないと思ってない。え、いや俺1000円いくって言ったよ。1000円です。あ、1000円いったんすね。お前ちょっとないと思ってない。鎧いや鎧500円だと思ってました。お前ないと思ってるよな。鎧ないっすね。いやそんなことない。でも500円、本線本線。あ、だからこれ146とかも買ってるんですよ。あ、た、あ、それで1000円か。そ、他で、そうだ。そっかそっか。うん。っていう風にはなってる。じゃあ大丈夫か。はい。10秒前となりました。さあ、長野選手が行くのか、カードで。さあ、佐藤。突き抜けまではきついから。いけないよね。6がいった。うわー、大木さん。青木選手。6がいった。こうなったら。こうなったら鎧いけるか。あー、危ない。うん、危ない。青木選手が頭出すけど、五がいっちゃった。うーわ、五がいっちゃったよ。青木選手、グリーンだった。うわ、グリーンだ。確かにグリーンか。転覆はされてないですね。いや、でも止まっ、エンジンは止まりました。エンジン止まっちゃった。ここは安全に横をみんな通っていく必要がある。あ、自分でオールを出して珍しいパターン。本当だ。漕いでる。惜しかった。さあ、でもこれ決まりですかね。二着争いは熾烈ですが、ここは、あ、球場で出たんで。はい、終わりですね。終わりですね。弱、6、5、1。これはつくね、グリーン。
うわー、651ゴロゴロボーイズズレ、ここだったゴロゴロボーイズのズレ。誰が悪いとかじゃないよ、別に。まあまあまあ、だって結局、だ一つ言えるのは中さんはよ悪い。まあ、確かに確かに確かに狙い間違っちゃないんだけど、なんかねこれは惜しいよ、力の配分というか惜しい。鎧で6頭カバーしたと思い切っちゃってるからね、これは惜しい、うん、あこれもいくらかだよ、いくらか。いや結構いくと思うよこれ、5入ったら高いだろうなこれ。1万2000円マジよ、これか。まあ大沢選手もね A 級なんでやっぱここは売れましたね。ごめんなさいね。軽いんですよ。軽い。しょうがない。軽いな。だって中さん買ったのは俺たちですから。買ったやつの責任ですから、それはもう謝る必要ないです、うん。確かにそれはもう大丈夫です。それで外れたから中さんのせいだみたいな、これ野暮ですから。ないです、うん、と思ってます僕は。でも中さん強欲なの。え？強欲なの。この最中に。中さん。え？中さんが悪いです。まあ、真逆の作戦ですね。さあ、それでは第4レースをちょっと休憩させていただきまして、第5レースから再開でございます。はい、1号艇奥平選手、2号艇寺本選手、3号艇佐口選手、そして4号艇岩瀬選手おります、うん、そして5号艇こっちも川島選手、6号艇大井選手、まあ、この4番5番非常に腕、うん、足ともにやはりっていう感じでございますね。どうするかっすね。岩瀬選手、昨日ね、はい、落水残念なね、されて、無茶しないのか、またそれでも普通に1着取っちゃうのか、うそうっすね。どうでしょうか。じゃあちょっとクリちゃん、今日のレース見る限り、準優のやっぱメインで乗る人たちは、うん、そこまでいかないんじゃないかなと僕は思ってるんですよ。もう次のレースから準優始まりますよね。で岩瀬選手もでも勝ちそうだな。すんなり刺しても一着の可能性ありますからね、はいはい、想定では多分刺しに構えると思うんですよ、はい、で刺しに構えた後4-1まで行くのか、うん、まあ1-4になるのかとか、だから行く行かないで言ったらカジノ選手ですよね、どっちかって言ったら、うん、がどうするのかだけど、僕は昨日のレースを見た上でここはまだ行かない気がします。12レースね、しない、はい、そこまで伸ばしてこなかった感じがありましたからね、はいはい、で考えたい、何と1-2-1はこれめちゃくちゃ美味しい。奥平選手どうですかね。いや奥平選手が握れればおもろいですけど、足色的にはそうでもないですからね。昨日負けてんすよインデね、はい、5は切っていいんじゃないかなと思ってます。 5? 切るというのはもう着外、着外マジ。カジノ選手僕入れなくていいか、予選トップ、エースモーターっすよ、いらないですね。マジか。1に刺し2刺しでいいですね、ここは。おお、それドタカメじゃん。はい、でもやっぱり岩瀬選手は切っちゃダメだと思います、はいはいはい、すげえ今いい感じに言ってたけど、昨日からこのボーガマカップから生配信ってやらせてもらってるじゃないですか、うんうん、16レース当たってないんですよ1回も。彼そうですね、それでこの自信はどう出てくるの。いやこれマジで湧いてくる、これもう本当に見えたんです、1-2-3-2-3。じゃあ5来んじゃねえかだけ。あ、いいですよ、じゃあこれだってさっきまでみんなさ、ブラあのボーイズ組んでたんだけどさ、うん、もう逆になっちゃう、ジャス切りみたいになっちゃうの。はい、ちょっと冷静にじゃあチャートでも見たらどうですか。あ、そうですね、まあ、岩瀬選手に矢印はついてますけど、あ、まあ、言ってる通りですよね、ターン、スリット含めやっぱカジノ選手が、あ、そうよな、そうだな。で、ショーも分かってるわけでしょ、カジノ選手がいいっていうのは。それはもう分かってます、うん、チャート一番悪いんだよね。そうね。はい、もう僕はさっき言った通り、ここはインシンジャーで1-2-3-2-3、ボール1000円、6000円でいきます。外れたらこれでまだ約3万円ぐらいマイナスなんですけど、僕まあまあこれちょっと自信あるんで、1000円いきました。僕はですね、あの翔くんがカジノ選手切りたい、切るって言ったんで、裏目で5頭を5-6と5-14も買ってます。500円ですけど、であと一応やっぱりこの本命ところで言ったら僕4-1だなと思ってたんで、1-4-1じゃなくて4-1-2-3-5で戦術で計8200円。さあ、それでは私勝ったところは2の差しから、2-1
ただ道中逆転とかもあるかなと思ったんで145145で抑えました。500円、ここはね結構満州も多いんで狙い目かなと。でイン逃げは翔が入れなかった5を3着に入れてみて、これがどうなるかというところですね。翔、まあの言ってることも分かるけど5切りはやりすぎなんじゃないっていうところ拾えたらいいなと思います。7000円、これ当たればプラスも見えます、プラマイゼロぐらいも見えますという目です。1-2-3-2-3-4は買ってないですか？1-2-4-2-4-5買ってる。5 3着カジノ選手をね昭和切ったから、ね、うん、申し訳ない、これは俺は5はあると思ったしんどい。まもなくスタート10秒です。一般戦の第5レース、1番、2番、3番、4番、5番、6番です。さあ、岩瀬さんがそんなにいかなかったらチャンスある。あーでもいっちゃう、いっちゃうわこれ。あー、まくるのか。あー、ダメだ、まくるのか。これまくっちゃうわ。止まった、止まったけど、これはダメでしょう。5だ、おー、来た来た、5だ。カジノ選手持ってる。5-1 5-1持ってる。うわー、完璧だ。5全然もありがとう。あった6来たら面白いですよ。5-6? まあ無理か、6は5-6持ってるの。5-1-4-6持ってます。1-4もやりればあるんじゃないですか。あー6ちょっと狭いか。5-1だな。5-1-6なんて、あー1は5-1-4、これはつかんか。何で当たったか言おうか、もう一回。はい、ジャスティン切りです。そっか、そうだ、でも切り方間違えたんだな俺。あの3着に入れるっていう切り方したんですよ。なるほどね。5、3着それももちろん抜くんじゃない。あ、こういうになる。うまいな。いや、これでも5、こういうも持ってる。持って、全部持ってます。5、1、4、6です。あ、でもそこまでオッズは変わんないかな。あれ3がちょっと邪魔。うん、ちょっと笑えないですよ。 5-3? あれあれ 5-3? ちょっとやばいっす、ね、5-3 になるよ。クレムさん5-3持ってる。なんで買わないですよ。5-3 やばいっすよ。まあでも言わせ、言わせだから、言わせ。クレムさん、クレムさん、あれ 5-3? クレムさん、サブチ選手、クレムさん、サブチ選手、言わせ、させ、言わせ。あーでも、クレムさん、クレムさん、あれクレムさん、伸びろ、言わせ、逃げれ。これ大丈夫？5-3よ、5-3よ。オッズ見てたら、オッズ見てたら逆転してた。すごい、すごい冷静に。カメラがそっぽ向くってなんですか。外れたら一緒です。外れたら一緒です。ウェルカム、5-3よ。顔すましてるけどめっちゃショック。これめっちゃ効いてる。マジか、これめっちゃ効いてる。これ5-3よ。お前の甲高い笑い声、お前のバカにした笑い声、二度と忘れねえからな。お前らと二度と一緒のデビは買わねえからな。さようなら、お疲れっす。いやもうこれもうちょっと、ね、ちゃんと言っとくわ、俺代表して言っとくわ、はい、すいません。あの、ごちそうさまです。ありがとうございます。ひと笑い、ごちそうさまです。ありがとうございました。いやー、5-3高くなったわ。マジ悔しいんだけど、今の。いや、マジでどう向かったの、あれ。マジビビったんだけど。さあ、こちら第6レース、順位1本目。花田さんがやはり予想通り動きましたということで。1-3-5の、ダッシュ2-4-6。これは2回転。これは新田選手、どう？うわぁ、4-6。うわぁ、新田選手大丈夫か、今の深さ。これどうだ、これね、難しい。鈴木さん角行ってました。角です、角。これは、そう、2号艇鈴木さんが角なんですよ、ダッシュので、直線系いいんですよ。いいですね。これね、いいのはね、原田選手がね、もう全然良くないんですよ。うん、本人コメントも、はいはい、そうですね、本人コメントすごいですよ。何もいいところはない、原因もわからないって言ってました。お手上げ、もうどうしようもない。50歳にして原因もわからない、原因不明の、もう何もどうしようもない。いやでも、でもスタイルとして、スタイルとしてやっぱ前付けやすい。そうですね、これも決まってると。それでちょっとへこむ、行き足でやられるっつったら、もう外の出番ですよね、これは。本番どこまで深くなるかなんて、本当に、深くならなかったらまず新田さんですよ。意外とだから折り合いついちゃうベテラン勢なんで、前付けの、はいはい、深くならないやつ、みんな仲良くしようと。そしたらもう俺は新田優秀でいいと思うんだよね。確かに、普通に。そうですね、これ1-2-6倍とかですよ。1-2-6倍。あ、そう、みんなだから狙ってんじゃないですか。これ花田選手が前付け行くの分かってるから、深くなるでしょ。でも新田選手逃げるでしょ。だったら1-2じゃねえのっていう。
いや鈴木選手の角はちょっと魅力だな。ダッシュならいいかと思ってたんだよね。4あ2-1じゃなきゃオッズ満州ですね。それこそじゃあ外の一撃で2-4-6-4-6なんてあるある。400倍。誰が2-4-6-4-6 400倍。やばボーイズ2-4-6-4-6ボーイズ。でも2はマジであるんだよな。新田選手入れません。まあ確かにね、それはまあそうだね。もあるし2-1-4-6-1-4-6。例えば2-1で4でも50倍。どうする？これじゃん知らねえす。あ、いいんすか。お前ら笑うじゃん。さっきの根に持ってる。まあ、部屋全員笑ってたけどね今この部屋全員笑ってたけど俺らだけじゃないですけど , 笑わせに来てんじゃないですか。俺は笑わせに来てんじゃないですか。俺じゃない。抜かれる時わざとオッツ見て。いや違う、わざとじゃないのよ当たるって確信してるオッズだよ。結構余裕あったもんね。いや1が抜いてくれた方が差打ち。こういうも持ってる。持って、全部持ってます。5-1-4-6です。あ、でもそこまでオッズは変わんないかな。あれ3がちょっと邪魔。うん、ちょっと笑えないですよ。5-3 5-3 5-3やばいっすね。5-3持ってる。なんで買わないですよ。言わせに行け。まあ確かにな、あんな外れ方する人と組んでてもしょうがない。運がないです。彼は運がないです、ハルブさん。はい、これいろいろ考えたんですけど、あれないですね、結果的に。まあ、一応抑えたんですけど、2-1-4-1-4は1000円ずつで、僕は1-2-4-2-4に貼りました、5000円ずつ。結果、やっぱ新田選手が逃げての、鈴木選手と浅香選手が絡むんじゃないかなと。で、4頭はちょっと考えにくかったんで、この4点で勝負です。前半ラストということで、準優がここから始まります。勝負ですね。僕は浅香選手をちょっと押したいなというので、4-1-2-6の流し、4-1-2-6前、はい、で、あと1-4-1-4の2サロ、これ2000円ずつで、あとグリーン6-1-2-4の流し、グリーンを安く買ってます。で、計17,600円。結構いっちゃいましたけど、ここからが本番だよと、準優始まるよっていう、結構ね、もうちょっとまずいところまで来てますけど、なんとか取り返して。疲れが見えてるんですよ。言わせ疲れな。言わせ疲れ。さあ、準優一発目です。僕は2頭から1-4-6-1-4-6。これね、2-1だとちょっと安いんですよ、新田選手の2着だ。ただ2-6まで行くと満州近いんで、これも1000円持ってます。ここ勝負かなと。で、新田選手がこらえるイン逃げからは2-6-2-4-6と、合計14,000円、僕も5万負けぐらいになるんで、ここなんとか当たって折り返したいと思います。あれ2が、あれ2が、2が春のやってないよ。遠いな、うん、春と見せかけて引く。なるほど、深くなれよと。遠い。ん、あれどさくさに紛れて、うわ3が取った。うわ3がいいのか、やべえ、うわやった、マジ、うわ面白、うわ3がイン取った、これはやばい。こうなったらもう外まくってほしい。確かに外まくる狙いだ、うん、だから結局1着しか意味ないってなったら、こういうことも起きるってことですね。なるほどなるほど。1、3も持ってないもんね、誰も。1、3持ってないですよ。そうなんだよね。いや深いわ。いや3は深い。100切る。いや残りそう。でもなんだかんだ残っちゃうかな。残っちゃったら厄介。頼む新田選手。あ、新田選手いく。頼む新田さんだ。新田さん頑張ってくれ。あーダメだ、刺さないで。あー刺した、うわー刺した、あー刺した、あー3残るか。残る。あー刺さー、3頭じゃない。いや、うわどうだ、切れる。うわどうだ、切れる。うわ切れない。うわうわ滑った、逃げた。これはきつい。うわ3-1、うわおおうめえ、なんだよろしい、うめえ、減った、減ったよ。何今の、半端ない。見た、何今の、今の何、かっけえ、やばー、ボディが起きた今の。マジで、ほんで花田さん入ってるし、花田さん入ってる。1-3-5よ、抜かれても、すげえ今の何、すごいね、今のすげえ、
一人だけ動いてたけど、これ13勝ってる人はもう一生新田さんファンだよ。やばー、今のすごかったな。でもこれね、一つだけむずいのあって、やっぱ1、3勝ってても僕5は勝ってないですよ。5は勝てないから流してないと、はい、ダッシュ勢がそんな伸びてかかったっすね。そうか、内側の3人というか、いやでも1、2、4、2、4勝って1、3、5になるってもうセンスないですよね。すごいですよね。昨日から言ってるんですよ、あの生配信中とかも。できない、俺センスないですかね。これ準優6レース面白いんじゃないですか。面白い、一発目でこれっすよ。そうか、みんな必死に一着取るから。面白い、面白いわ。ということで前半戦坊主。ムカつくな、その言い方。うん、みんな髪生やしてこいよ。時間を止めるよ。あ、握ってけ、握った。お金のことは一回集めよう。今予想してみましょう。分からん、分からん、分からん、やめろー。これは分からん。